山下明は、東京都大田区出身のゲームライター、ゲーム評論家。編集プロダクション株式会社スタジオベントスタッフ、代表取締役。1964年、東京都大田区に生まれる。川崎市立平間中学校、海星高校を経て、一橋大学小学部を卒業。1983年、攻略するのに1年ほどかかると言われていた。 アドベンチャーゲームを短期間で攻略し、その解放を本にしようと原稿をまとめ持ち込みを行った。最初の持ち込み先には断られたものの、電波新聞社へ持ち込んだ際に連載を持ちかけられ、マイコンベーシックマガジンにてチャレンジ。アドベンチャーゲームの連載を開始、ゲームライターとしてデビューする。芸能、漫画方面を中心に多方面に精通した引き出しの広い軽妙な語り口と、 軍を抜いたゲームスキルでカリスマライターとしての地位を確立する。私に解けないアベグはない。という決め台リフで当時のパソコン少年に大きな感銘を与えた。1985年クイズドレミファドンへ出場して優勝。続くグランドチャンピオン大会でも優勝を果たし第61代グランドチャンピオンとなる。同年5月、 原稿の持ち込みを行った動機の一つである本の執筆を自ら企画、持ち込みを行って出版を果たした。以後、ゲーム関連の書籍を多数執筆する。1986年頃より山下が中心となり、導入し、ハイテックを観光。1987年頃、シャープの反則番組、パソコンサンデーへレギュラー出演し、 ゲームの腕前を生かしてゲームコーナーを担当した。シャープのパソコン、X68000 本体や周辺機器などの紹介やゲームの裏技、ワンポイント攻略法を紹介する。夢の続きを語ろうよと歌の流れる1987年に放送された X68000 の宣伝動画でもゲーム評論家の山下明さんとして登場する。百八十九年、 ライター仲間と共にスタジオベントスタッフを設立、マイコンベーシックマガジンを中心に、各種雑誌や新聞へゲーム記事を寄稿、ゲーム攻略本の執筆、編集などに携わる。1991年、シャープが主催したオリジナルソフトのコンテスト第1回全日本 X68000 芸術祭をプロデュースし、自ら司会、審査員を兼任する。 2015年11月8日、3331アーツ千代田にて開催された、トークイベント、オール、アバウトマイコンベーシックマガジンの総合司会を担当。2018年1月14日、読売ホールにて開催された、トークイベント、オール、アバウトマイコンベーシックマガジン2の司会、進行を担当。ありがとうございます。